酒すすきだ給金少し前のことだが K という若い方角師が夜更けてある料理屋の門を出た酒好きな上に先よりも好きな女を相手に夕方から夜中過ぎまで立て続けにあうり続けたのでだいぶん酔っ払っていた街灯の火も灯っていない真っ暗がりに K は自分の鼻先に 背のひょろ高い男が立ちふさがっているのを見たので、酔っ払いがよくするように、K は丁寧に帽子を取ってお辞儀をしたが、相手は会釈一つしないので、K は少しむっとした。さあ、どいたどいた成り立ての法学士様のお通りだぞ !K はトロンコの目を見据えて怒鳴るように言ったが、相手はちっとも身動きしようとしなかった。喧嘩っ早い K は、 いきなり拳を振り上げて嫌というほど相手の頭をどやしつけた。が、相手は蚊の止まったほどにも完全ぬらしく、剣を見下ろしてニヤニヤ笑っている。若い方角師は侮辱されたようにやけにいきり立って、やろう、こうしてくれるぞと、いきなり両手を広げてむしゃぶりついたと思うと力いっぱい頭突きを食わせた。 法律の過剰書きでいっぱい詰まっているはずの頭は案外空っぽだったと見えて空き缶の空き殻を投げたようにカーンと音がした K は脳震盪を起こしてそのままひっくり返って死んでしまった相手は相変わらず身動きもしない身動きしないのもそのはずで相手は無神経な電信柱で 酔っ払った K は、嫁にそれを人間と見間違えて、喧嘩をしたのだった。K は、生き残った母の手で、青山の墓地に葬られたが、毎晩のように、その夢枕に立って、頭の向きが違ってる違ってるというので、母は妊婦を雇って掘り返してみると、カンと音のした頭は、果たして南向きに葬られていた。母親は、泣き泣き向きを直して、 葬ってしまうとそれ以来また夢枕に立たなくなったそうだ。